これタイムマシンだよね。これがタイムマシン？カガリ、危ないからあんまり近づくな。綺麗だね、ママ。そうね。これほど長時間の有人ジャンプは初めてだが、技術的には全く問題ない。これまでのテストジャンプ通りやればいいからな。オーキードーキデータによれば、昔のラジカンはちょうどこの場所が屋上になってる。ただし高さが1メートルほどずれてるからな。着地するときに衝撃があると思う。了解。トラブルが起きても冷静にな。トレーニングを思い出せばいい。大丈夫だよ。私は父さんのマシンを信じてるから。気持ち悪い。悲しいな。スズハは父さんが嫌いかい？父さんがやるとなんか下心があるみたいだから。いくらなんでも娘相手に下心なんてねえよ。最近母さんに似てきたハスハスとか言ってたのはどこの誰？冗談を真に受けないでくれたまえ。なんだ、冗談だったの？これでよし。それじゃあ父さん、マユ姉さん、さっさと止め。でも父さんたちが。俺たちのことはいい、早く行け、スズハ。そんな、だって。メイシ、カガリちゃんを。え？このマシンにはもう一人乗れる。
やだ、やだよ、いや。大丈夫だよ、かがりちゃん。すずちゃんが一緒だから、ね。ダメ、ママも一緒じゃなきゃダメ。過去へ行けば、昔のママがいるよ。今よりずーっと若くて、かがりちゃん、びっくりするだろうな。ママがずっと大切にしてきたウーパのキーホルダーだよ。かがりちゃんにあげる。大事にしてね。いや、行きたくない。ママと一緒にいる。ママ、ママ。ダメ。かがり、おとなしくしてなさい。閉めるぞ。絶対に諦めるな、大バカ野郎ってな。オキドキ。父さん、大好き。行くよ、かがり。過去へ。橋田さん、掃除機はどこ？そのカーテンの…だぶな！この奥？ああ、僕が持ってくる。バレないようにしてよ、父さん。オキドキ。ありましたか、掃除機。あ、う、うん。それ未来ガジェット5号機。分解すれば普通の掃除機として使えるはず。お掃除するための掃除機なのに、分解したらかえって散らかすことになりません？橋田さんって頭がいいのに時々うっかりなことしますよね。そっかな。でもそういう人の方が私好きだな。
なんでと。ただ生活については見直した方がいいと思うんです。お部屋の掃除はできれば毎日した方がいいですよ。ここ特に埃っぽいですし。それだけじゃありません。食事のこともそうです。今日もカップ麺だったんでしょ。なんで知ってるん。お台所に食べ残したまま放置されてます。なるほど。それにお菓子もこんなにたくさん、食べ過ぎだっていつも言ってるのに。一応気をつけてはいるのだぜ。うん、一応じゃダメです。あんまりカップ麺やお菓子ばかり食べてると病気になっちゃいますよ。あと少しは運動すること。うん。こんにちは。岡部さんも一緒だったんですね。お、オカリン、久しぶりじゃん。ああ、久しぶり。なんだって？聞こえなかった？興味深いと言ったの。まさか行きたいとか言い出すんじゃないだろうな。ぜひお願い。話すべきじゃなかったな。私は行ったことが？ああ、いや。はっきりしないわね。どっち？ないよ。お前は勘違いしているようだから言っておく。ラボと言ってもラボじゃない。ただのお遊びサークルだ。それに言いかけてやめないでほしいわけだが。なんでもない。いずれにせよ外の世界をいろいろ見て回ってみたい。今までは先輩や教授と話す時も研究室の中ばかりだったから。だからこうして日曜の朝っぱらから池袋を案内してやっているだろう。なんなら
乙女ロードまで連れて行く覚悟はしていたんだけどな。何よそれ。お前の知らない世界が広がっている場所だな。待って、今調べた。本当に興味が湧いたか。今日はあんたのラボに連れて行ってよ。私に話して聞かせた以上、責任を取りなさい。よろしくね。まったく、わがままなやつめ。これは、なんとかすべきかもしれん。あれ？オカリン？ねえねえ、今、誰かと話してなかった？お？今のは大学のゼミの友達だ。そっか、今日も遊びに行くの？いや、今日は別に予定はない。まゆりは？これからバイトか？ユキさんと待ち合わせ。ラボ。そうだ、オカリンも久しぶりに一緒に行かない？ユキさんの手料理も食べられるよ。それとね、マユシーも頑張って作る予定なのです。どうかな。ずいぶん嬉しそうだな。うん、嬉しいよ。おう、岡部じゃねえか。お、店長さん、てってる。おう。うわぁ、 T シャツ一枚で寒くないですか？ふん、鍛えてるからな。岡部、その様子じゃちゃんと大学生やってるみたいじゃねえか。どうも。そういえば家賃ってどうしてるんだっけ？橋田がちゃんと振り込んでくれてるから安心しな。そうですか。ああ。